もうここで引退しようと思って、いきなり大人の方からちょっと出てきてる喧嘩別れみたいな感じ。そうですね。でもやっぱジェフはやっぱ一番なんていうかな、そのチームはすごい良かったですけど、でもジェフ一番が一番自分の中では思い入れのあるチームなのかなっていうのはあるんで、この3年半とかでも教えてる人とかあれば、どういったシーズンが良かったのかな。いやでも、ね、なかなか入れ替え戦で2回決勝行って引き分け OK を2回負けてるっていう、まあ悔しいですね。まあ、そんな中で町田ゼルビアさんも最初は老後の席で、2017年から若い席で行かれると思うんですけど、ここでも何か移籍された背景というか、当時の人がお願いします。その移籍する前の年はほぼ主力、はい、ほぼ出てたんですけど、で監督は変わらないけど、はい、移籍するってことはまあ、なんかありましたね。そうですね。絶対そうですよね。ぜひ。うまくいってたってことですもんね。うまくいってましたね。うまくいってたのに、で、まあ先にこっち言うと、レンタル移籍なのに、普通同じカテゴリー、あ試合で出ない気がするじゃないですか。試合出て OK ですかね。おかしくないですか。千葉とやるときに出ていってるし、町田のときに、だから千葉で休み出場可能に。っていうね、なんでだろうっていう、だそれだけもう、まあ、喧嘩じゃないけど、はい、まあ、ある意味、喧嘩別れみたいな感じ、そういう感じになっちゃったっていうのは、あるのかなとは思ってるんですけど、まずい、まずい、全然大丈夫、全然大丈夫。選手との喧嘩なのか、監督、スタッフ陣との喧嘩なのか、そのもの、クラブ、フロントとも、分かんないですよね、真相は分かんないです。あ、そうなんですよ。でも、なんか、面談ありますよね。交渉とかそのね話にやるときに、なんか思ってることあるなら言ってくれと、会社は別にそれはどうこう言ったからどうこうなるような話じゃない。言ってやっぱ自分は出てる分責任もあるし、やっぱ俺らが発言しないといけないっていうのがあったから、ちょっともう少し戦術の部分であったりそういったのを書いていかないと常に勝てるようなチームになるみたいなことをちょっと言ったんですね。そうしたらまた意見代理人の方からちょっと出てきてる、えみたいな感じの言いなりっていうの確か感じでした。でなんか野沢さんが思ってる以上にチームの中でそういう感じで話が進んじゃったのか、どうなんですか。それが本当にだから分かんないですね。だから審査は分かんないです。ファンの方からしたら結構えみたいな感じですね。不自然でした。しかもその年町田が J3 から J2 になった年で、はい、で そこに移籍するみたいな絵みたいな感じで来るから、で、ね、試合も出ていいサポーターとかは絵みたいな、普通レンタルで同じチームから本気必要そうしないから、なのにでもそれはなんか会社が多分そのいう風になったから OK にしてくれたっぽいんですよけど、っていうちょっと話を裏では聞いたりしてまあだから、はい、真相は何だったのかな、はい、何だったんですかねちょっと関係者もしかしたらコメントめっちゃオープンオープンにで、まあ、結果町田ゼルビアさんも移籍されて2016年のシーズンと17年のシーズンで試合出られると思うんですけど、ここでのなんか、まあ、J3 から J2 に上がったチームにいるっていうところでどうなったんですかね。理想的にはあでも環境かな、一番プロに入って、はい、環境面がやっぱ一番変わったのかな。グラウンドのところもそうだし、はい、クラブハウスとかで洗濯も自分でするとか、そういったの環境面での変化っていうのはすごいありました。なんか南さんのワースに移籍された時に同じようなことを言われてたんですけど、南さん結構割と楽しんでそういうのができたよみたいな
おっしゃってたんですけど、矢沢さん的にはそういう環境の変化とかは、まあ、選択は別にですけど、ね、グラウンドが一番かな。あ、さあ今町田さんはすごい環境も、はい、スポンサーのところについてすごい変わって変化してるからいいですけど、はい、昔はやっぱ、ね、その J3 から上がってとかで、ね、まだまだ、ね、環境も整ってない時に、はい、グラウンドが本当に硬くて、本当に硬くても年寄りにはきついな。ドリブルとかもやりにくいですよね。まあでもだからもうそれよりも体が痛くなるんで。でも割と自分は怪我しない方で来てるから、まあ、大勢やっぱ怪我よくする人はやっぱすごいきついってみんな言ってましたね。町田ゼルビアさん2017年に出て、SC 相模原さんも2018年に行かれると思うんですけど、この背景だったりとか、オリンピックとか。まあ、背景はないですけど、実質初の首戦国みたいな感じを言われたのかな、その時も。その時いくつなんですか？34ぐらいかな、はい、だと思うんですけど。まだまだ体動くなって感じだったんですか？それともまあ、まあ、そうだろうなっていう感じだったのか。あ、違うか、実際の首違えな。ジェフで完全意識になったからもあれだな、そういうことですね。そこ2回目か、じゃあ実質2回目。違う。覚えてないまあでもだから、でも一番なんか首ってきたなっていうのがその町田というか、引退を考えたんですか、ちょっと考えましたね。引退、いやでもまだやりてえなとかと思いますけど、やっぱやりたいなって、ここで、まあ、相模原さんが移籍されると思うんですけど、他にオファーだったりとかはあったりした？いやもう全然なくて、だから相模原と藤枝ぐらいかな、受け入れとしたのそこしかなくて、まあやっぱ条件面的にはその当時はまだ相模原の全然だったんで、そっちにしたで、31試合7ゴールとそういう背景がありつつ活躍されてると思うんですけど、まあ、J3 と J2 で結構違うもんですか？そうですね、やっぱでもやっぱ差はかなりありますね、3、2、1で。で、今は3はだいぶ全体的に上がってきたじゃないですか、はい、まだまだ俺らの時はまだまだなんていうか上と下ではかなり差があるかな、選手的に叩きながらみたいなのも結構そうですね、大変な人もね、やっぱ J3 っていうのでも一応プロだし、はいはい、まあその辺はね、ちょっとなんかこれ本当にプロなのかっていう現状が多い中で、まあしょうがないですよね。で、2019年の20年シーズンは藤枝マイアシーズンの70試合数の3号、こちらも、移籍された背景だったとオーリューエピソードで、まあもう最後ですね、もうここで引退しようと思って、最後まあ相模原の頃か本当に最後迷ったんですけど、やっぱもう引退するのはここまで来たら地元がいいなって、最後そこでやって終わろうっていうふうに決めたんですけど、まあ1年で相模原辞めて藤枝に最後来ましたっていう感じですね。なるほど、ありがとうございます。ここで、まあ、引退を決断されると思うんですけど、残り入れるまあでも引退は33、23ぐらいから考え始めましたね。やっぱもう体が言うこと聞かないっていうか、うん、もう一歩が出ないとか、あれ今のボール俺届かないのみたいな、一瞬反応が遅れてる、多分今までできたことができなかったとかっていうのがすごいショックで、それをやっぱ一番プロである以上もうやってられないだろうとかっていう思いがあり、でもやりたいっていうのとすごい戦いましたね。その辺はすごい、じゃあ葛藤された数年間めちゃくちゃいろいろありました。でもやっぱサッカー楽しいから、あで途中からやっぱ監督が使うなら別にいいんじゃないかなと思う。だってダメなら使わないと思うし、うん、それでも、ね、試合には出る何だってしてもらったし、だその辺はある意味そういう風になんか吹っ切れたっていうか、使ってくれる以上は、うん、今できる自分のプレーを精一杯やるっていう気持ちになっていった。引退後、藤枝さんのアルミスタッフさんされて、で、今は本松の方で手術で作るとされてるっていうのをお伺いしたんですけども、まあ、今後の引退後の展望だったりとか、ご自身のなんかセカンドキャリア的なことでいうと、どういった感じで考えられますか？引退して2年目かな。
で、今いろんな園児から高校生を全部見てるんですけど、まあ、自分の中でも今ちょっとその道を探して作中で、それを全部のカテゴリー見てちょっと自分の道も決めたいな、だからこそ今いろんなところ前試合ながら自分のスピードもやりながらちょっとそういった道を探してます、一つ目、今までのキャリアで一番ヤバかった選手は誰ですか？まず中村俊輔さん、みんな言うんですけど、キックインとやばいです。だって左利きじゃないですか、中村俊輔左利きっていう中で右足に持ってるんですよ。右足のキックインともう引っかかっちゃう、バケモンですね。